ケーブル日本ビューティーオブジャパン中国地方最高峰大山、その麓でゲストハウスを経営しながらツアーガイドをするリチャード・ピアスさん。彼が見つけた山陰鳥取の魅力とは。ケーブル日本ビューティーオブジャパン、神々が集う山陰に魅せられて。お楽しみに。